トーローちゃまとレッツイチャイチャということでやっていきましょう。ブルーホースです。あ、ちょろ発表であったわ。遺跡の前に宇宙人みたいなのがおる。あそこは何もないのにそれに腹を立てて爆弾を使おうと言っておる。困ったものだ。わしが若ければポケモンと一緒にギタンギタンにしろ。にポケモンに戦わせるんだったらさ、なんかあーなんかいるわ。変態野郎がいるな。ポケモンじゃないや、なんだっけ、どうせさポケモンが戦うんだからね、ちょっとあれなのかな、体当たりって言っときながらさ、体当たりって頭では考えてても体当たりが浮かばなくて仕方ないから、よし睨みつけるとかってやっちゃうとか、出す技がこうボケてうまく出せないとか、そういう技になってくる、オチになってくるのかな。さあ貴様のアゲハンセルレベルはいかに。まあ空を飛んでるからって、あれですよ、舐められちゃおしまいですよ。ということで、さあ二頭筋頑張ってムキムキいきましょう。あなたのことを上から踏みつぶす。ぴょいーん。でもな、85の85だから、飛んでる間にこう降りてくるところでか、微調整をしながらどこに当てて、いやーはや風起こし食らうんかよ、マジかよ、当たりやられたからにやり返す。40倍返しだ。100円もらったら4000円にしてお返しします。めちゃくちゃいいやつ。フルタチンがさらにタッチンチンになっちまってね、特攻が全然上がらないってやつね。グレッグルはグレッグルワイパーだから、やっぱりあれですね、サイコキネスってボコボコに、あれモーモピッサイキ光線は覚えてるけど、サイコキネスは覚えるのかな。覚えないのであれば、ちょっと技マシン29を使って覚えさせなきゃいけないかなと思ったらなんですけど、危険予知で、さあ危険予知、身震いした。俺の方は身震いしないってことは、お前の持ってる技で私の弱点はないってことですね。あっしゃ準備オーライ。おちんちに再結構戦してたぞ。そんなことしたらおちんちんが混乱して、今出したくないのにしちゃう、あーってなって、なんか宇宙人みたいなやつがいる。お前宇宙人なの。全然関心のない。こんな何もないところどうでもいいから帰ってやるぜ。いや、ここが全ての始まりなんですよ。右見てみ、ハルキアがいるだろ。左見てみ、ダイヤモンドがいるだろ。よし、カンナギタウン、お守り、はいはいはい、どうぞお渡しいたします。チャ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 。いやでもそうじゃ、カンナギこの遺跡見ていかんかね。これ強引に連れて行かれるのかなと思ったけど、自分で操作するシステムだったらしいですね。でこれを見ることによって、なんかここに落ちたりしないのかな。何にもないですね。何にもなかったですね。大昔の敵を見つけた。よくわからない模様が壁一面に。あー、なるほどね。ファイヤーフリーザ3だか。エンコスイックンライティとか。あ、おばあちゃん来た。あ、こんな暗がりで。そこには神がいた。それらは強大な力を持っていた。その力と対になるように3匹のポケモンがいた。そうすることで、カナエのことを金庫溜まっていた。あんだけにさ、信号町の昔話さ。そうじゃ、いいものを見つけたんだよ。これを持っていき、もともとは孫のものだけど、使ってないからいいじゃん。わざわしい90。あなたがそれを渡したことによって、お孫さんがボコボコにされるんですが、それでもよろしいですか？あ、波乗りか。波乗りは普通に、技として優秀だから。でも波乗りって特殊技だっけ？そうか、特殊。でもなんか、物理でなんか、水でボコボコに殴りそうな感じがするけどね。ちょっと見てみるか。技マシンどっちだったっけな？技マシンこれか。違う。あった。あれ95じゃなかったっけ ?90 なのか。そっか、波乗りは、その技としても非常に優秀なんだけど、ちょっと使い、いやー、げっそり。もっと世界を満たして大きなレベル。物事を見る。じゃあ、宇宙のような大きさで、私の名は赤城。くだらない争いをなくし、理想の世界を作るための力を探している。くだらないかどうか。が、ここにいるし、君はティンガーズになってね、何か伝説的な力を見つけたら教えてほしい。もうね、ほら、よくさ、エコバッジじゃなくて、SDGs のさ、バッジをつけてるやつは詐欺師だっていうのと一緒でさ、銀河団のバッジをつけてるやつも詐欺師なんですよ。ねえ、何がもっと大きな、世界を見て、ね、ボス。はい、どうもありがとうございます。アナログ時計。そっちの方が好きですよっていうタイプなのかな。まあ、実際アナログだろうがデジタルだろうがね、時計はなんとなくやっぱつけてた方がそのなんかおしゃれというかさ、なんか そっちでなんか使うって感じになったかもしれないな。これ、お買い物ですね。何が買えるんですか。こんなところで買えるんだ。それは知らなかった。どうしよっかな。シルバースプレーを1個買っとくか。あ、とか 5個くらい買っとくか。あ、もうなんか1個ずつ買っちゃった。まあいいや。で、穴抜けの紐は、まあ、穴抜けの紐、とりあえず1個あればいいか。元気のかけらは、じゃあ4つ。
道中お亡くなりになっても大丈夫な意味ね。はい、なんかすごい、ではすごいな。ダークボール、ビッグボール、タイマーボール、ほうほうほう。タイマーボールを、例のやつを捕まえるために10個ください。多分モンスターボールじゃ絶対捕まえ、ああ、これを、多分あれなんだ。10個くれるんだ。10個中で1個くれるんだ。それは知らなかった。でかいな、これ多分長老の家だろうな。あ、長老。あ、長老いた。そんなところにって言ってばよ。おばあちゃん、おばあちゃんおしゃ、あ、なんかかわいいな、今の。そんなところにって、どこから来たんだいって。おお、新宿か、アイブリッド。君のことを守ってくれているだろう。うん、ということですね。よし。じゃ、あ、あとここか。一応なんか寄っとかないとさ、あの、前回パートでさ、あの、霧払いが実はあのサファリパーク入ったところすぐにありますっていうね、あの、話があったからさ、よし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 。じゃあ、特になかさそうだね。戻るんだけど、多分これでヨスガと戦えると思うんだけど、あいつなんだったっけ、あの、髪の毛ボンバーババ。何の見よっていいのか今。ウブなんだから。ウブの身、今な、イヤーンの身が手に入って。のみなんて、とても仲良くなるが特防の基礎ポイント、ああなるほどね、じゃあ全然いらんわ。なんかとりあえずね、木の実を取っちゃうっていう、この気持ち分かる同士いないかこうね、使うか使わないかって言ったら微妙なところなんだけどさ、あれ今7の実だったっけ、7種の実だったっけ、どっちだったっけ。もう記憶力が多数でしかない、モモンの。モモンは重要です。やっぱね、人ってすぐ毒されやすいですからね。なんか、ニコチン中毒とかになる人とかもいて、さ、なんか、タバコ吸う人ってさ、タバコを吸ったらイライラしなくなるとかって言ってるさ、タバコをニコチンが切れることによってイライラしているっていう、こう、事実に気づいてないんだよね。だったらさ、もう、その、イライラを超えてもさ、大丈夫なように、ニコチンを絶えず、こうね、切れてても動ける体にこうちょっとでもシフトしていこうぜって。だってお金払ってさ、自分の寿命を削って周りから煙たがられさ、ねえ、なんかタバコ吸うことによる毒って何があるのっていつも思うんですけど、どうですかね。で、じゃあとりあえず、じゃあアクアテールでいくか。で、タバコを吸うことによる何かメリットがあったらぜひ教えてほしい。だけど泥かけはちょっと辛いですね。泥かけはちょっと辛めだな。よいしょ。よかったよかった、当ててくれた。でもこれ以上命中率が下がっている状態で戦うとちょっとめんどくさいことになることが目に見えているから、とりあえず次やりましょう。朝なんだったら久々のアルギニヌとか、はい、で翼でアタックしましょう。アタック翼くん。そんなのあった。25問だっけ今、ナリさんがやってるんだって。小玉さんじゃないんだよな。結構前に亡くなられて、忘れちまったの。空を飛ぶ覚えさせたんだ。まあ、ちょっと強いやつが出てきた時には空を飛ぶで、上からボッコボコにしばき上げたらいいかもしれないですけど、とりあえずさようなら。262。素早さ91。ゴーリキー。ああ、じゃあそのまま行きましょうか。攻撃だったらまあとりあえずいけるんじゃないか。でもなんかあんまりね、格闘タイプにね、こいつノーマルタイプの技も持ってるから、そうだから昔のポケモンってさ、飛行ノーマル、ポッポピジョンピジョットとかだったら、なんかそのメインとなるタイプがそのなんか弱点に対するこうなんか強化だから、電気技とか食らったら当然なんかあれだったけど、格闘技食らっても大してダメージ食らわなかったみたいなのが確かあったはずなんですけど、うん、今はね、ちゃんと平等になってるから、カット、だからローキックとかね、なぜか足元をボコッと蹴るはずの技が、ローキックされると、うん、普通にノーマルにダメージを食らうっていうね、当倍ダメージ食らっちゃうっていう、そういうオチだからね、そこ気をつけなきゃいけないんですよね。スコルピーは、じゃれついても仕方がないから、そっか、跳ねるでもいいのか。ぴょん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 。はい、飛び跳ねるか。さよなら三角二頭筋。スクワットから逃げるな、ビッグスリーで体を鍛え上げるが良いわ。落ちます、大丈夫。ちゃんとセーフティーバーつけてるからそんなにダメージはないはず。いただ318。いいね、パーフェクト。ゴーブルはモーピーでいこうか。
なんだかんだモーモピーもまだ34で、意外と二頭筋が残りレベル4まで差を詰めてきているところですからね。さあ行こうか、グローバット。意外といいポケモン持ってんな。ピロバットとかも会いたいけどな。精神力、これでステータスを下げられることはないということで、再結構戦。そうか、毒には弱いんだな、フェアリーかな。これあれだな、モロハの剣ってやつだな。こっちも攻撃力をボコボコに当てることができるけど、向こうからも攻撃をボコボコに当てられてしまうという、こんなオチなの。ちゃ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 。可愛いよね。なんか昔ナルトが流行った時に、幼き頃やっぱり俺もあの額当てとか欲しいなって思ってたりもしたもんな。あれこいつ邪魔じゃね？こいつあれ下のあれ怪力で動かせんのかな？怪力の怪力時よ。時よドミラで時よ。ルーミラーか。ルーミラーはどうだろう。普通にアクアテールでなんとかなるかな。あだよね、アクアテールで。私の尻尾をプレゼント。必死。いやー、防御力が高いな。なるほど。ちゃかちゃやりようばい。やりようビラとか行ってみたいね。なんか、ビラとかコテージとか行ってさ、なんか山とかに囲われて、プール泳ぎながら、下中の方のものどもを見下ろすみたいなね。強いトレーナーでした。あ、すいません。強気です、すいません。全人類が私のこと強いと思ってます。こっち行ってみたらどうなのかな。かい、あ、そうか。あー、なるほど。そうか、そうか、そうか。怪力で、あ、ここ行っちゃったらまずあれか、まだあれか、行くには早いところなのかな。多分左の方行ったら白帯シーとかにたどり着くよね。あ、シャドーボール覚える。いいね。霧払いは全然いらん。シャドーボールいつの間に手に入ったんだろう。知らんかった。とりあえずシルバースプレーを使って、で、あ、そっか、これを抜けていくと、だよね、多分、ああ、そっか、喫茶キシティに行けるあれか。なるほど、なるほど。でも、まあ、ちょっとここら辺冒険してみたいので、とりあえず、あ、まだ使えないのか。しまった。怪力は次か。ああ、いらんことしてもうたな。ごめん、みんな。俺が未熟だったから。その通り、お前は強い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 、強い、お前は強い、お前は強い。そう、お前は強いんだ。元気出せ。強いと信じれば、みんな強くなる。ちゃちゃちゃ。お前は可愛い、お前は可愛い、お前は可愛い、お前は可愛い。みやびって名前マジでなんかこう可愛いよね。みやびちゃん。なんていうかその和風な可愛さというかなんかそんな感じがする。ということでじゃれつきましょう。好きだよ、可愛いよ。やばいやばいやばい、歪められる。ルエルエルエ。うおー、なんかめちゃめちゃ食らってる。嘘やん。めちゃめちゃ食らわされとるから。神通力強っ。じゃあ、じゃれ、リフレクター、ああ、物理攻撃強くなるところですね。これ、2分の1くらいなのかな ?3 分の 1? その辺、分かってないんだけど。まあ、でも、ね、残り体力を考えたら、一体でもぶち殺すために神通力使っておけばよかったのにと思うけど。はい、残念です。チュー。お疲れ様。特攻がすげえことになってんな。瞑想。特攻、特防を上げる。いや。ここは怪しい光の方が優先だな。ドレインキッスよりも強いやつが手に入ったらいいんだけどな。サイケ光線、サイケ光線、あ、サイコキネシスが手に入ったらサイケ光線はもうクビだな。でね、最近思った、チャリで進む方が確実に早いんだけど、操作がむずすぎるから普通に走った方がなんか効率がいいんじゃねっていうね。ということで、ポケットモンスター、ディアルガ対パルキア対ラクアガイ。あ、それはあれだ、ゴメスだ。ゴメスと言ったら、ドゥルルルンチチ、ドゥルルルンチチ、ドゥルルルン、ドゥルルルン、ドゥルルルルルルル、オデッセイ、アダムスファミリーだよね、やっぱりね。あ、切り払い。ここだけは切り払いをちゃんと自分で使わなきゃいけないですよね。野生のムクフォークありがとう。あ、一旦いいです。達人。こんな惑像がわしにやられることなどないのでやんす。お前髪の毛むしり取るぞ天魔。
なんだ、 JR 大阪駅の隣じゃねえかよ。安くて美味しいお店がいっぱい並んでるところじゃないか。あそこ本当に飲み屋街がいっぱいあるから、ああいうところが好きな人にとってはもう本当にたまらない場所だよね。早かった、素早さが尻尾を振られてメロメロ。これでもしヨスガにいなかったらどうしよう。先にやっぱ天眼山じゃなくて、あそこ、あでもそっか、さすがにあれか、波乗りで、お使えるようにならないと6つ目のバッジ、あれ誰かのお父さんだったよな、あれ誰のお父さんだったっけ、初代ジムリーダーのお父さんだったっけ、あれ次何出てくるって言った今、あれ誰だっけ、キリン力か、キリン力はじゃあドンパッチが噛みついてあげましょう。キリン力のキリン力に噛みついてやろう。多分後ろがキリン力のキリン力だから、うん、ガブッといっちゃってくださいよ。かっこいいよなレッドラー、マジでフォルムがかっこいいよな、大好き。いやお前精神力があるのかこれやろう。でもこいつ多分物理技よりも特殊攻撃の方が高いんじゃないかと思われる。アーム美味しい、美味しくいただきました、さよなら。さて、レベルアップ、あーギリギリしなかったね。まあでも次レベルアップするでしょう。アルギニールでいきましょう。翼でペチッとやっておしまい。ひょ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 、アルギニチュ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 、アルギニチュ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 ツバメ返されておしまいだ。あまあまあチンチンだったな。ちょばっちりくらぎ、ありがとう。あでも攻撃力はしれっと3桁いったね。うん、まあ、早々に500くらいいってほしいよね。ドラクエかって、ドラクエモンスターズやっぱ999とかいったりするじゃないですか、あれいいよね。うん、あの一個疑問なのがさ、あの賢さだったか素早さだったかさ、あの初代あのドラクエモンスターズのさ、あのテリーのワンダーランド、あのドラクエのナンバリングでいくとその6までダークドリアムが一番強いやつですよみたいな感じの出てくるやつがあるじゃないですか、あれなんで素早さだったか賢さだったかさ、他のステータスさ HP とか攻撃力とか防御力とか999までいくのになぜか255で止まるという謎の現象があったんだけど、あれなんでなんだろうね。結局さ次のさあのイルとルカのさあの冒険とかさあの旅とかの方ではさ、あやべえ何の実だったか僕忘れちゃったとかに関してはさ、なんかほらあの900全部999までいくようになったじゃないですかだから初代だけなんで ああなってたんだろうなってすごい不思議だったんですけどね。うん、あれあ持ってたやつか、あれちょっと待って何の実か分からない、ちょっとババンババンバンバン、一歩しかないけどとりあえず埋める、忘れたら収穫しに来るからお待ちください、アビッポの稼働行きたいな、行ってくりゃいいじゃん、いい歌なバババン、いい左に行ってズンズズン、さあ勝負しようぜ。あびっくり、そんなとこに隠れてるなんて僕ちゃん知らなかった、忍者っていろいろ使うんだぞ、あーともっかい裏レンゲー、なんかあれだよね、永田町で行くか裏レンゲ使ってみたいよ。オッケー、チャ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 、二頭大きい、チャチャチャ、まあ虫テレス飛ぶか、さよなら。ヒョイン、あこいつリンプンあるんだっけ、リンプンでドップンで、なんかさ昔あの電磁戦隊メガレンジャーであのリンプンによってどんどんあの レンジャーたちがやられる、あのメガレッドとかメガブラックとかがやられてて、なんとかあのギリギリであの解毒剤が間に合ってなんかあざが消えるっていうお話があった気がする。炎の渦か、炎の渦か、でもなあのトコトコまあまああるんだな、でも35だ、別にいらないかな、しかも命中率が85って言うね。炎の渦ってなんか超強そうな技に見えるのにさ意外と大したことがないっていうね。で下は確か行ったはずだから、よしじゃあ戻りましょう。でこっちの方に、ああお前まだ戦ってなかったのか、君自信ありそうだね、自信しかないです。うんうん、純也とマナミやないか、お前だったのかヒルクライム、ガーメイル、あれガーメイルの進化前っていたっけ、あれミノムッチと戦ってて、ミノマダム、ああそっか戦ってはいるか、あとりあえずじゃあこいつもこれが弱点だからこれ飛びましょう。あれ虫飛行なのかな、今あのちょっと目線をちらっとねあの部屋の中に移してみたらさ、アメリカで
お土産としてもらってきたさ、レイカーズのランチボックスが今にも棚の上から落ちそうになっているから、ちょっと後で戻さなきゃいけないな、みんな忘れないように、あのコメントで棚戻しましたって言っといて、ランチボックス戻しましたってコメント入れといてください。ということで降ります。当たんねえのかよ、マジかよ。じゃあもう一回飛ぶわ。さすがだな、さすがエリートだな。エリートポケモンはポケモンまでエリートですね。なるほどな。しかもガーメイルっていうのをね使ってる時点でね、やっぱりね、だってほらライチュウとかさ、カイリュウじゃねえや、カイリュウは使ってきそうだけどな。あとなんだっけ、当たんねえのかよ。あれカイリュウ率上がってる、こいつ蝶の前ってさカイリュウ率まで上がるっけ。嘘、ちょっと待て、ちょっと待て、何が上がった、特攻と特防と素早さ、素早さが上がることによって何回避率まで上がるっていう、そういう特殊能力なんてあったっけ。回避率は回避率で上がるってさ、確かさ、あの影分身とかそういうのがあったよね。 85% もあるのにさ 33% しか当たってねえって、これどういうことよ。おいおい、ゲーム開発、はい、ゲーム開発会社、おい、ルクシオか。ここはまだレントラーじゃないんだね。マジかよ、マジかよ、ルクシオかよ。ねえ、本当にカラスマにポケモンセンター、梅田にもポケモンセンターがあるよね。行ってみたいな。あー、しゃげられましゅー。ということで、ミニンの技を見せてやろう。空弱突とは、もう覚えてないやな、って説明したか。地面の竜のお目目をつくことによって、お目目が痛いよーと暴れた竜により地割れが起こっていくのである。地割れと地震、またか技が違ってきちゃうっちゅうね。じゃあもう一回二頭筋で、はい、じゃ二頭筋のアクアテールですね。まあちょっとでもレベル追いつかせていかないとな。うん、なんかこう特別こいつだけをこうゴリッと強くしていきたいっていうタイプもいればさ、なんか均等に育てていきたいみたいな、こう人によって性格が分かれていくじゃないですか。僕もさ、どっちかっていうとそのお気に入りのポケモンをどんどんレベル上げていきたい派だったんだけど、なんか最近のポケモンってさ、引っ込んでるポケモンも全部経験値が入っていくから、じゃあもう均等に育てていっていいんじゃねっていうなんか気持ちが芽生え始めているっていう、そんな感じですね。まあ、それによってあの努力値であのレベル上がりやすい上がりにくいみたいなのがこう出てくるようだったら、ちょっとどうしようかなとかって思ったりもするけど、光合成か成長だったら一旦光合成にしようか。うん、よし、 OK。 早くなんか強めの草タイプの技が欲しいな。純也とマラミいつか探して見せ出す、肝心な時に噛むタイプです。いつか見つけ出して見せよう、純也とマラミ。いや、マナミを見つけ出して見せやる。おう、ゴールキー、カエルキー、イチャイチャしようぜ。でも、やることが今、一旦終わったから、このままジムリーダー戦挑んでもいいのかな。でも、そもそもまずヨスガにいるのかな。もっとリアクションがないと、隠れてたオイラが恥ずかしいってか、大丈夫、格好が恥ずかしいから安心しろ。子供だから許されてるんで。じゃあ、ヨスガまで飛ぶか。ヨスガ飛んでいって、あ、でね。強さにこだわるな、ね、あ、強さにこだわってるわけじゃないけど、こだわってないのに自信と強さがありあふれ、あまりあふれる強さでありますからね。はい、すいません、どんどん強くなっちゃう主人公でございます。ということで、あれ、ライバルの名前何だったっけ。スケベンや、思い出した、スケベだからスケベンなんだ。チャ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 、よし、じゃあ本パート残り時間で5つ目のバッジをパクるに行きましょう。サムネをあのね、長老とのキャッキャイチャイチャにしようかなと思ったけど、時間がまだまだありそうなので、とりあえず登っていって入ります。これでまたエレベーター降りてきてなかったらなんでやねんってなるとこだけど、どうだろう。あー、降りてきた、降りてきた、自分では帰ってきたんですね。上参ります。この仕組みあれだよね、あいつにもあったよね。あ、クイズとりあえずやる。はい、3たす5たす7は2。チャッチャ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 、うん、なんだ、入った瞬間に戦わされるんだね、これびっくりした今。チャ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 、テルヤー、テルテルピー、ゴース。ゴーストタイプはフェアリー弱いのかな。でもとりあえず毒がそもそもフェアリー弱いから、アクアテールをやる方がいいよね。ねえ、逃げられなくなりました。そんな黒い眼差しで私のことを見つめるなんて照れちゃうじゃないか。いやー、ペチケイチャ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 ペペペン。
よし、277か。あ、ゴースト、いいね。ちょっとずつ強くなっていこう。そうです。力が大事なんです。いけ。徳川家康、下で舐められたら感じちゃうんです。甘い。下で舐めるわな。どっちかっていうとな。麻痺させられたらめんどくさいからね。ね。ちなみに、あの、舌で舐めるは、そもそもがなんかね、エロい技かもしれないけど、舌を舐めるだったらもう直接的表現だからやめた方がいいと思います。で、なんだっけ、7足す ?3 足す5足す7か。ああ、なんだ。じゃあ16じゃん。正解です。ティンゴン、ティンゴン、ティンゴン、ティン。クイズ間違えちゃったよ。多分ね、15もわかんねえんだよ、かよ、わらわらって来てるかもしれないけど、大丈夫、安心して。さすがにわかる。さすがにわかるよ。うん。それはだってレベルを一個一個上げていきたいですからね。じゃあ、でもそフェアリー技も、おお、割るだけ。悪いこと考えてるぜ、こいつ。特攻が上がるんだっけ、割るだけって。よし、グーンと上がるのか。うわぁ、悪いやつですね。そんなあなたの技を奪っちゃいましょう。イチャイチャ、キャッキャ、ウフフ。でもどうせなら後ろの女の子とキャッキャイチャイチャウフフしたいね。君22歳でしょ。そんなことないもんって。無視。じゃあ行きましょう。いずれたどり着くからな、どうせな。なんだ?正解です。おめでとうございます。なんか恥ずかしいわ。全部間違ってからここに入ってるからなんか恥ずかしいわ。さて、普通に算数の問題でも10たす20は、50ですね。あ、12たす28は、1の位、あ、じゃ10の位が1個上がるから50ですね。違った。いろんなところでいろんなことを知ってるよ。どんなことを知ってるのかな?例えば、女の子の、ダメだって。こんな子に発情したらダメだって。不安定が不安定。電気技とか覚えてた方が良かったのかな。じゃあ、とりあえず、あれかな。こいつ、誘爆って覚えてるんじゃなかったっけ、確か。ぶちのめしたら、確か、こいつがダメージを与えてくるんじゃなかろうか。てか、間違えた。この技が一番攻撃力が低いんです。痛いです。風起こしはずるいです。おります?普通にジムをさ、突き破ってないか、これ。大丈夫か?風起こし!しびれる。じゃあ、アクアリン。今のうちに回復させましょう。ふぅーそう。なんか回復技なのになんかそんな力まなきゃいけなかったら、すごい普通に逆になんか回復どころか体力使わねって思ってしまったんだけど、まあそんなことを気にしちゃいけないですよね。蓄える。何を蓄えたのかな?いやー、回復の幅が微妙だったな。とりあえずじゃあ、キャッキャイチャイチャしようか。ふふ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 。これで減らされるんだろうな、きっと。ほらね、ほらね。うわ、しかもめちゃめちゃ減るやん。めちゃめちゃ減るわ。フリッタ。ジムリーダーと戦うまでに3体くらいレベルアップさせられそうだね。6しか回復しないのか。ムーンはさっき確かイチャイチャしたら一発でいけたはず。レベル28だから多分こいつの方が遅いんだろうな。ことで、怪しい光でした。私混乱に弱いんでざます。やめてくださいよ。右耳が折れてしまうではないか。もともと折れてくけどな。混乱に胸筋ピュッピュッピュッ。覚悟せい。自分が覚悟せい。減らされたダメージよりも増やすダメージの方が大きい。何を言っているだ。日本語になっていない。じゃあれつきましょう。じゃあちゃ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 。ぬおー、ウパーの進化系ぬおー。やられた。おんで、おーめーさんはバカだな。本当にもう名前からして脳筋じゃねえかよ。頑張れよ。まだアクアリングあるのかな。おお。そして最強ヌオー。進化前はうまっ。さあどうなるどうなる。これでまた食らったらもういよいよ終わりだぜ。あ、よかったよかった。しかもここで技を外すというね。もうよかった。技を外すかもしれないというちょっとドッキドッキワックワックの瞬間だったけど、チャカチャカチャチャチャー。その強さ初めての感じ。さあどうしようかな。ここまで来たはいいけど、とりあえずちょっと待ってね。たまには違うポケモンにしてみるか。今一番低いのはまあじゃあモモにしようかな。ということで12たす28は30。位を上げるのを忘れてました。多分4階とかにいるんだろうな、ジムリーダーかな。うん、しれっともう30分なんだな。
そろそろ収録時間的にはあれだな、ジムリーダーたどり着いてないといけない気がするんだけど、まあ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 、まあ、やっぱり皆さんもクイズを聞きたいかなと思ってさ、とりあえず何を冬、あ浮いた、よし地面技が振らなくなりました。これ再起構成が反射準備オーライ、しびれやがれ、ビビ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 、3体か、さよなら。もう二頭筋もレベルアップするより多分ね、誰だっけ、あもうマジでルー大柴の名前が思い浮かばない、思い出せないんですよ。ここのジムリーダー、ここのジムリーダー何だったっけ、大柴ルー何だっけ、じゃあロー大柴でいいや、もうなんかラリルレロー。249コース、全部コースかよ、ちょっと頑張れよ。ムーマ、ムーマージュ、不安定、あと何だっけ、不安定、不安ボス、あれな、不安定の仕掛けって何だったっけ。とりあえず風船から飛行船に変われてたよね、急みたいな感じのやつ。240チャ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 パー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 、なるほど、そんな戦い方もあるんだね。そう、弱点をつくというね、大人げない戦い方もあるんです。でも多分そんな年齢変わんないよね、主人公とね。多分この子が10歳で、あの子が多分8歳とかそんなんだよね。まあでもね、15歳くらいまた1年1年の成長が大きいざますからね。ということで、はい、3×13 は、93ですね。あ、これはもう全世界の常識でございます。はい、なんかめちゃめちゃ賢そうなやつがおる。というかさ、なんか子供しかいなくない？短パン小僧にキャンプボーイにキャンプガールに塾帰りの男の子にさ、女子高生まで。あれ、ここ何、ロリハウスなのか、ロリッコハウスなのか、果たしてどういう事情が起こってるの。バーヒーモモピー、だから、あれか、サイコパスじゃなくて何を言ってるんだろう。ゴーストからやばい、あ食らない、ゴーストから、エスパーからゴーストはダメージ等倍だけど、毒があるおかげで効果倍になってるってことか。で、逆にゴーストからエスパーに対しては確かダメージが2倍になってるはずなんだよな。ガクトか、お前だったのか、Take me up、 答えてくれマリア。なんだ、33じゃん、13が3つでしょ、13たす13たす13で、やっぱ塾帰りの女の子来るなと思って、多分私の方がポケモンのこと勉強してるよ。うん、多分君の方が賢いと思うんだけど、それがポケモンの実力と結びつくかって言ったらそうじゃないんですよね。純也と弓か、誘爆ってさ、どんな方法でもぶち殺したらやっぱり誘爆されちゃうのかな、それとも特殊技だったら、おお、誘爆してやろうじゃないか。とりあえずじゃあマジカルシャイン、シャイン、シャイン、アイアンナック、ベベベベベベベ。こうやってた。ああ、やっぱりそうか。物理技で攻撃を食らった場合は誘爆するっていうことだけど、今回しなかったっすね。オッケーオッケー。じゃあ、ドンパッチ出すか、不安定。ああ、ダメだ。ダメです。ダメです。すいません。さすがにこの子、レベル差と、特攻の高さだったら、ドレインキスって一発チュッチュじゃないか。チュー、たまらないだろう。あとちょっと、うわ、そんな絶妙に残るの、つらーい。そしてシャドーボールはつらーい、でかーい、うぎゃー。こんなことなら一撃でぶち殺しておけばよかったということで、体力を1でも回復させたいので、チュッチュも返します。チュッ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 ですよね、1しか回復しないだろうなと。でもこの1が勝負の分け目になったりとかもするんですよ。スモモにやられてから私非常にそのあたり敏感になっております。先っちょを撫でられるとビクってなっちゃいます。さて行こうか、一番左ですね。 93×3 は39です、はい、3と9で39、まだあんのか、何階建てやね、まだクイズあんのか。最初の、あーはい、最初の問題はですね、私記憶力がバッチリでございますんで15なんですよ。15なんだけど、まあまあいいか、普通にいくか。15なんだけど、とりあえず2です。はい、ちゃんと覚えてますよ。3たす、おい、急に成人式、ジムリーダーと戦えばいいのに君負けちゃうぜって、ジムリーダーの方が弱いって言ってんのか貴様、いいのかそんなこと言って。レイト君よ、どうやって書くんだ、お礼のレイに人ってか、レイトそのままやね、それノリトって言うんだぜ。さあゴース、いやーエリートじゃないね、エリートはあれだぜ、もう ゲンガー、スリーパー、フーディーを出してくるんだぜ、普通。めっちゃ適当に言ってみたけど。レベルアップするかな、ありがとう。あれ、こいつ20、あ、なんだ、26か。え、26? もっとレベル高いんじゃなかったっけ、
3体いるんでしょ。まあでも多分こいつちょっとずつレベル上げてくるだろうな、きっとな。ですよね、ですよ、フォース出してくる。あ、やっぱレベル上げてきたね。だが、お前の前に俺はいない。逆だ、逆だ。じゃあ俺逃げて、背中見せて逃げとるな、それやったら。もうなんか言葉をね、こうやってベラ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 喋ってると、どっちも、あー、ゲンガー出してくると、ふぅー、ゲンガーありがとうございます。ゲンガーのさ、そのお尻フリフリ、身フリフリがめちゃくちゃ可愛いんだ、痛いんだよな。素早さが早いでやんす。だったらドレイン一中すればよかったけど、そっか、こいつは無理か、毒タイプはある。でででででで、でもなんか毒を与えるようには見えないんだよな、こいつがな。ゴーストとかだったらガス噴射してるからあれだけどさ。よし、じゃあレベルが上がった。竹床った、竹床った。ちっ、そろそろギャラップにしたいけど、まだあとレベル5つ上げなきゃいけない。大きなことを言ってしまって、自分のことを追い詰めてしまったな。俺は合わせちまったな。で、16だからこいつですね。チャチャラチャ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 、相手全力してくださるので、こちらも全力で向かいます。そりゃそうだよ、お前手を抜くなんて、そんななめっちょろいことしたら、なめっちょろいってなんだ、甘っちょろいなことなんかしてみいや。終わるぜ、そんなピチピチのおっぱいしちゃって。あ、ピチピチの服着ちゃう、日本語間違えちゃったわ。プレス、ビュー、地面技を出してきなさいということなので、じゃあまずはチューするか。あなたにキス、ムチュ。お首にキスマークがついたあなたは、これで彼氏と喧嘩すること間違いなし。あー、また苦手な技を、痛い。でもゲンガーよりダメージ食らってないな。甘いですね。ということでドレインです。まだまだチュッチュ吸っちゃう。チュッチュピュー、ありがとう。50くらいまで帰るかな。あー、62まで、ありがとう。さよなら。髪の毛がなんか4本くらいなんかなびいてるよね。フワライド、フワライドはじゃあドンパッチいくか。飛行タイプの技で、あ、じゃあ飛行に対してやっぱり電撃をしなきゃいけないですからね。でもスパークをやっちゃうとダメージを食らうから、こいつも多分誘惑だもんね。ということで攻撃力を下がりたまえ。ヒュッ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 、行くぜ。センバー、あの攻撃を受けるかい。ボルトチェンジ、素早い技で圧縮して私は消え去る運命。さよなら。笑いが倒れた。ポケモンチェンジは起こらない、起こらないですね、起こらなかったですね。ゆうかちゃん、青木なんとかだったっけ、ゆうかの本名。これ入った瞬間から戦い始まらないよね。めちゃめちゃ笑顔でこっち見てる。どうしようかな。とりあえず傷薬で回復できるだけ回復しとくか。まあこんだけ回復してればいいか。あ、じゃあ間違えた間違えた間違えた。あとすげえ連続で使わせてくるじゃん、こいつ。あ、二頭筋も体力半分くらいありゃ、なんとかなるか。よし、オッケー、じゃあ行くわ。めちゃめちゃ笑顔だわん。あなた誰？フェリッサですわよ。私この国に来ていっぱい、こそかスタディしましたって言わなきゃ。この街コンテストしますだから、あたしこんで結構ポケモンことボスタディ、そしてジムリーダーにトゥビー、だからあなたチャレンジしなさい。私勝ってみせる。ソルがジムワイル。ひょ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 。多分56歳くらいだろ、こいつな。あー、でも意外とシワはないな。これがいわゆる美魔女か。だからその髪の毛どうやってんのよ、それ。つけ毛？それとも本物の毛？わかんないな、それさすがにな。そうで、モモピー。レッツゴー。トレイス、ユーバ君。さあ、私に直接攻撃してきなさい。32。じゃあマジカル社員からかな。キラン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 、私の魅惑美貌にお亡くなりにならないんですね。うわ、鬼ビービビ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 、燃える。ダメージはゼロなんだけど、やけど負っちゃいます。あっちあっち、6。やけどの方が毒よりもダメージ少ないんだね。じゃあドレインでいける。まあドレインでいけるだろう。さあ、あなたもこれでお首にキスマークがついちゃいます。彼氏と喧嘩なさい。旦那さんかもしれないけど。お前それよ、誘惑食らうか。あれあれ、チューってさ、特殊技になってたよね。でもチューするから、あれ物理技になってんのか。あ、これだったら普通にマジカル社員したら方が良かったべや。やっちまったな。あいち
ゲンガー。ゲンガーをそのまま戦いましょう。でも素早さでもこいつの方が早いんだろうな。34。ってことは36の何が出てくるんだ、ムーマーショが出してくるのかな。とりあえずじゃあ最強ウェドル爆弾、毒は私弱いざます、弱いざます、弱すぎざます。さあナイツごめんね。ってことはどうしよっかな、どうしよっかな、どうしよっかな。じゃああれこれ弱かった、いやまあいいや、まあちょっとは踊れ遊ぼうではない、パテ祭れ。そうなんだよな、毒タイプに弱い技を持ってるあれがいないんだよな他にな。これ確かしかも冬持ってるからさ、とりあえず噛みつけ、はーええー、なおめえ。そしてわざわざ後ろで回る、回るくらいだったらパンティーが見える位置までくる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 スカート回してみせよっていう話の、多分あの黄色のバッテンマークがねうまくね、あのスカートがこうめくり上がらないように注意させて、なんだと弱点タイプのあれをダメージ半減させやがったなこの野郎よ、うまいな。先に食うとはお前、アーモンドチョコレートヘドラー。これだったらシャドウボールとか投げた方がいいんじゃないか。さあどうだ、ドンパッチ賢くない、ドンパッチはバカだったか。確かなんかラッツ軌道によってやられちまうかやられちまわないかっていうのは結構決まってた気がするんだけど、いやそんなことはないのか。あれをあなた持ってたっけそれ。そっか、しかもこの体力だったら自分のことをやっちまったら終わりだもんな。ということで噛みつけ、お前の弱点はもう弱点のままだ。ちょっと下手くそすぎる、実況が下手くそすぎる、元から下手くそだけどより下手くそになっている。雨乞いはいらないです。あでもアクアリングくらいだったら雨乞いの方がよかったかな。ムーマージュそうだよね、でこいつ素早さがめちゃくちゃ高そうなんだよな。まあちょっと二頭筋に頑張ってもらおうか。まあダメだったらダメだったら構わないです。残り5体を、あの1体のポケモンでなんとかできそうな予感はあまりしないですからね。ということで、あなた本国へ帰国していただきまーす。あら、最後の1匹だわ。それ、服の、あれどうなってるの？それネックレス？なんか首元なんか怪しいよ。まあいいや、とりあえずじゃあ、あってやお。怪しい光、ひゃーくる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 。いいよ、いいよ、いいよ。その帽子がおしゃれで可愛いよね。お手でないけど。もうこいつバカだからさ、こいつバカだからさ。あよかった、脳筋だけどなんとかなった。よしいいね、次のターンで終わりです、頑張りましょう。めっちゃ前向き、好き、そういう前向きさ加減好きですよ。マジかおい、あでもだ草タイプかー、リアマー早いし強いし急所に当たってるし、マジカルシェンってしかもあれ威力じゃないや、あの命中率が 100% 与えるやつだったっけ。なんかそんな気がするな。よしじゃあとりあえず先輩よろしく。でもお前防御力も国防も低いけど大丈夫かな。しかもこいつの攻撃力を下げたところであんまり意味もない気がするんだけど、とりあえずじゃあツバメ返し 100% 当ててみせます。早いムーバージュ早い、つか素早さの早いポケモンばっかりがいるなこいつ。さすがジムリーダーってことですね。先手打てるか打てないかっていうところで、いかにねその当て身投げとかそういう技とか、あーバカだった。アルギニのやっぱなんか筋肉系の名前にしてるやつみんなバカだな。そうマジカルシャイン、いやーあれこいつってフェアリードク、いや違う違うゴーストフェアリー、お前このバカチンコがおんやろお前、潜ぞマジカルシャイン、ゴーストフェアリーとかなのかな。やばい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 、これでお亡くなりになったらお前マジで何しに出てきたのってなるけど、あーよかったよかった、これはさすがに勝ったでしょ。これで倒せなかったらお前何のための攻撃、急所に当ててるし余計に、あーぶね、こういう戦いもたまにはありだよね。ドンペッチ怖いか、いやもうすでにあの勇ましい顔を怖い顔にしなくていいです、イケメンだから大丈夫だよ。あーよかった、あなんかさお手て可愛い、お手ての動かし方がエレガントセクシー、お前マダムタカよりもくれるお金しょぼいな。あなたもあなたのポケモンもとても強い、その強さはたったこのベーチュバッチゲットです、どうぞメリッツバッチ、パックみたいなあれだな、レリックバッチ、パックマンみたいな、パックンじゃねえや、パックマンみたいな、パックンは芸人の名前だった。波乗り使いまして、あとこのボスマシーンやるてなら使いこせろ、シール、ありがとうでございます。Thank you so much, 65。シャドーボール違うな、シャドーボールじゃねえ、なんだっけ2人目
シャドークワーを吸収にやったらせびっくりなボイスナノありがとう。ということで戻るのにすごい時間がかかりますので、戻りながら一旦この辺りで実況を終わりにしたいと思います。無事ねバッチ5つ目取って順調に進んでいるところですね。はい、ということでぜひチャンネル登録またグッドボタンも次回押していただけ、次回じゃない今回押してください。で次回もご覧いただけたら幸いです。ではまたお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。